今回はマーム使います。で、性能は反射陣、超ダメを魔法陣で自強化と戦火烈光剣で、この戦火烈光剣ちゃんと直殴り倍率乗るタイプだったんですよね。なんでまあいろいろワンパン狙えるんですよ。なんで今回はエスカトロジーで使ってみます。直殴り倍率乗るんで、であと過激戦士もつけてきたんで、もうアバンの使徒マームというよりかはもうアバンの使徒聖母ビッグマザーカルメルマームみたいな、そんな感じで結構強くなったんですよね。でかなり強いんじゃないのかなって。やべ、これやべ、ワンパンできないの。まあ、殴りに関しては、今回超ダメをしか乗ってないしね。多分、ミカサと、そのリヴァイ、2体同時実装した時に多分運営さんも、やべ、これ2体とも強すぎたみたいなこと思ったのかな、きっと。だから、マームに関しては、なんかこう、アビリティ、ちょっとスクロクトタッチみたいな感じになってるイメージあるんですよね。その、イタドリは攻撃力低いんですけど、その、国戦の倍率高いんですよね。確か 25.5 倍 ?2 段階目で。で、マームは2段階目で19倍なんで、で、マームの方が攻撃力高いから、その、イタドリとのその攻撃力の差し引きと倍率、その辺掛け合わせたら、どちらもほぼほぼ同じ威力になるんですよ。ただ、マームには、超アンチダメオっていう上げられる攻撃、上げられる手段あるんで、超アンチダメオを発動すると、マームの方が 1.3 倍強くなる。ただ、イタドリも、超バランスっていう火力上げられる手段あるんで、まあ、それ使われると、まあ、その、超バランスの倍率分追いつかれちゃうみたいな、そんな感じ?なんで、その何もない状態だと、イタドリとマームほぼほぼ一緒。で、超アンチダメを発動すると、マームの方に強くなって、で、超バランスのイタドリと比較されちゃうと、その 1.3 倍、その超バランスの倍率超えられた時に、ちょっと追いつかれちゃうね、みたいな、そんな感じ。だから、通常倍率だと 1.2 倍で、確か、属性効果アップ 1.5 倍とかのところだと、なんだったっけ?なんて名前 ?1.3 はいかない。1.2 いくつ倍とかになる。で、超アップ超えると、1.3 超えたはずなんで、超アップと超絶アップに関しては、超バランスイタドリの方が上。なんかすごいごちゃごちゃ言ってるから、わかりにくいかもしんない。はい。まあちょっとわかりにくそうなんで、これはその辺図で書いときます。なんで、まあここに関して言えば、結局、超アップ、超ダメを発動できないんで、ほぼほぼイタドリと同じぐらいの火力は叩き出されるんですよね。で、これで、いや、しまったな、これ上倒しときゃよかったな。で、ここ倒したから挟まれるようになって、こう打って、はい。ただ一応その、戦火烈光剣もクリティカル出てくるんで、一応パワー型のマームの方が、あれですね、ワンパンしやすいかもしれない。このクリティカルワンパンみたいな。ちょっと、あれ?もしかして、あ、違うわ。いや、最高火力。いや、最近クリティカル出た時の一撃、その、イタドリが最強よねみたいな話したんですけど、マームにもしかして取られちゃってるかな?っていうか、挟まれないんですけど。はい。はい。で、これで削る。でも意外と、その、友情に関しては結構、調教分裂感情処理派とクロス爆撃で、誘発できたりするんで、その辺と相性はいいかもしんないね。まあ、毒とか持ってたら、卑弥呼と組み合わせられるようになったのかな、きっと。で、あとは、どうなんだろう。自強化持ってる分、まあ、ラウドラバリアとか、あとは、その、何、剣ザコ触れるとか、なんか特定の反撃モード発動してからじゃないとダメみたいな。そういうのがあった時は、マームの方がすごい使い勝手いいかもしんない。で、28の極に関しては、確か超バランスのイタドリにして、あれだっけ、紋章つけるとか、過激めちゃくちゃ乗せないといけなかったはずなんで、多分、マームの方が火力出しやすいんじゃないのかな。で、1段階目撃てるようになった、どうしよう。多分、イタドリと一緒だったら、イタドリで確かエスカトロジー、なんか使った記憶あるけど、確か1ゲージくらいが限界だったはずなんですよね。だから、まあ、ボス2で撃ってから、多分連発して、ボス1、ボス2、ボス3みたいな感じで撃って終わるんじゃないのかな、きっと。ただ、その、イタドリ、28の極で持ってないよとか、あとイタドリ、その原則壁しか持ってないんで、入れ版とかすると 100% 死ぬから、まあ、その辺怖いなーって、もう使いたくないよっていう人は、マームの方がいいかもしんないね。まあ、線形解放とかまでしてたらちょっとあれかもしんないけど。まあ、あとはイタドリの方がいい点で言うと28の極。弱点ロックオン貫通あるんで、その辺考えたら、そのバチリスクの処理に関しては楽なんじゃないのかな、きっと。で、これ殴って、はい。で、あとは、これ2段階目まで SS 貯めて、あと多分ボンボンボンで終わるから、SS4 連発で終わると思うんで、ちょっとカットして、これは、あれしようかな。その SS 打つとこまで。1段階目だけど、これでもエスカトロジーの中ボスくらいはいけると思うんですよね。
あ、そういえば、今、その、大の大冒険、ちょっとずつ追いかけてるんですけど、とりあえず、なんだっけ、ジャンププラスで無料で読めますよって教えていただいたんで、おい。おー、まあ、1000万くらい。多分、中ボス削り切れるんじゃないかな、これ。で、ここから2段階目全部で、大の大冒険、とりあえず、ジャンププラスで無料で、ある程度見られますよって教えていただいて、そこまで見て、その続きから、今、アニメ見てる。場所で言ったら今、フレイザードと戦う直前くらい。だからまだこの、武闘カマームを知らないんですよね。なんだっけ、その仲間になる前は、重心構えの、そのなんか銃持ってる姿だったんですよ。はい。どうだろうこれ。で、これをもう、イタドリと過激前手だったら大体同じ火力出るけど、その、自強化で色々殴れる分、やっぱり、イタドリよりかは、結構やりやすい。で、あとね、超パワーはこれほとんどスリミおそらくないだろうね。で、こう打って、はい。超パワーはほとんど意味ないだろうね。まあ、こうやって自強化で暴れるから誰か触れるし、仮に誰に触れなかったとしても、ここで取られちゃうんで、超パワーの 1.2 倍。だから、意味ないね、超パワー。まあ、動きの、その、いろいろ、その剣の倍率上げるとか、移動距離上がるとかそういう利点はあるけど、その、まあ、この、追撃の威力上げるっていうことだけ考えたら、やっぱちょっとそんなに意味ないね。まあ、ゲリラの秘書とか、そういうので、なんか出てきたら、優先して使いたいキャラではあるみたいな、そんな感じ。で、これ殴って、って感じね。あとはおまけで、マームの SS で、なんかいくつかワンパンできるかなーって思って。はい。で、これで、まあ、コンプレックスぐらいはいける。ヤドリも確か、コンプレックスワンパンぐらいはできた気がする。あ、ちなみにこれ、同族3周、撃死3周、線形3周で、過激前進部ついた状態なんで、まあ、一応、マームの出せる最大火力。まあ、コンプレックスでいけるかどうか、実用性ははっきり言ってゼロなんで。はい。お？ほう。あ！じゃあラストは、エリミネイターマームでワンパンできるのかどうか。イタドリって、その、一応ワンパン枠として使われるじゃないですか。マームもどうなのかなみたいな、はい。で、これでちょっと削って、で、最初に触れてるから、戻ってきて、ほい。ああ！ダメだ。いや、今のでダメだったら、もうダメでしょ。紋章で気弱と、極みつけてて、今、過激も結構漏れるだけ持ったんすけど、あ。ああ、もう、これ終わりでいいじゃん。いや、もう終わってよ、これぐらい。まあ、もうちょい HP 削ってたら、いけたっていう感じっすね。はい、ごきげんよう。